どうもこんにちは、新米クッキングのひこです。今日作る料理は沖縄県民が作る6つのチャンプルーその2、そうめんチャンプルーを作っていきたいと思います。では調理開始です。はい、材料の紹介をしたいと思います。まず最初に手延べそうめんですね。こちらはそうめんチャンプルーには欠かせないものとなっています。必ず手延べそうめんって書いてるものを買ってください。こちらの方が質がいいですので、食べた時の喉越しなどがいいと言われています。まあ自分も食べてみてそう感じてますので、手延べを買った方がいいと思います。それと人参、玉ねぎ、シーチキン、ツナですね。これはマグロのやつ買ってください。カツオのやつもあるんですけど、マグロのやつを買ってください。こっちか、こっちですね。この辺もさっき見てましたよね。はい、とニラですね。はい、材料はこんだけとなります。では下ごしらえしていきたいと思います。はい、野菜を切っていきたいと思います。みんな千切りですね。これはどんな風に切ろうかな。こんな食器切らなきゃいけないかな。3の一旦縦に縦に切って、みっちゃんが切れるか。よし、千切り。よし、人参は4分の1ぐらいですね。あまり多くすぎてもいけないので、人参が目立ってしまいますので。玉ねぎは2分の1ですね。わ、大きい。この千切りで、そしてニラ。ニラたくさん入れるとうまいんですよ。だから入れすぎるのもニラチャンプルになってしまいます。なってしまいますので、ほどほどに。よし、よし。こんな感じでですね。あとシーチキンに手延べは2本ですね。2人前作りたいですので、はい、1人前、2人前という感じですね。これで2人前を作っていきたいと思います。はい、適量の水を沸騰させます。水を沸騰させてます。その間に野菜を炒めます。人参からですね。硬いもんから。
玉ねぎも引いて、玉ねぎですね。はい、炒め具合ができました。そして奥のやつを見てください。ボコボコしてますよね。こんぐらいになったらそうめんを入れていきます。茹で時間は30秒です。はい、スタート。落とす。30秒ですね。同時進行していかないと。ザルに入れ、冷水で入れます。こうすることによってくっつかないそうめんになるんですよね。はい、冷えました。ほっといても大丈夫です。はい、そしてそうめんに入れたいと思います。そして敷いて手早く、シースキンから出る油がありますので、こちらを使って、いい感じですね。はい、醤油、しまやの出汁の素、これ1個。間違っても塩コショウをしないでくださいね。0.5g ぐらい、5g ぐらいですね。5g。それで、出汁の素で、出汁を、もういった。最後にニラを入れます。醤油は大さじ1ですね。これ以上入れると辛くなります。2人前に対して大さじ1ですね。4人前でしたら大さじ2ですね。よしよし。はい、以上となります。はい、実食していきたいと思います。できました。こんな感じです。こんな感じ。
感じです。ではでは、うん、おいしい。やっぱニラが決め手ですね。醤油もいい具合、いい感じでなってますね。よく YouTube でくっつかないそうめんチャンプルっていうのがあるんですけど、それはですね、麺を茹でるとき30秒ぐらいでやるんですよね。もうそれを1分とか2分とかやってしまいますとくっつくそうめんになってしまいますので、30秒ぐらいがいいかと思います。ごちそうさまです。はい、この動画が良かったと思う人は高評価でお願いします。ちゃんと美味しくできました。わ、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。いや、うまかったです。